のんびりまったり、そして少しのときめきとワクワク、そんなお店に行ってみませんか？ねえゆうちゃん、はい、いくつも観光地を一日で巡るのも楽しいけどさ、なんかゆっくりしたいなっていう時もあるよね。そうですね、厚木に気になってたカフェがあるんですけど。お、カフェならゆっくりできそうじゃん。ちょっと変わったカフェっぽいんですよね。え？変わったお店って何でしょう？圏央道圏央厚木インターチェンジを降りてすぐのお店、やってきたのはトンボ玉&カフェ、小さな探求室。ゆうちゃん可愛いよ、ね、なんか雑貨がいっぱいあるね。ねえ、ガラスだったりビーズだったり。わあ、でも可愛い可愛い。ここは、ガラス玉の制作体験とカフェが併設されたカフェなんですよ。なるほどね、遊び心をくすぐる夫婦で営む宝箱のようなカフェ。奥様でありトンボ玉の先生でもある西尾直子さんには素敵な馴れ初めが。なんでトンボ玉の制作体験やろうと思われたんですか？ね、私は体験してそれで初めてやって楽しかったから。どこかで体験されたんですか？あ、ここで。なるほど。で、じゃあ客様で来て体験して、はい、そのまま2人はこう結ばれたというか、そういうことですね。結婚なされた。すごい、なんか縁起がいいカフェだね。ご縁を結んだトンボ玉。お店の体験スペースで2人もやってみましょう。外回ししてください。真ん中にじゃあ乗せてください。乗せたったよ。乗せたらガラス棒を手前に倒します。手前に。はい、ゆっくり点で手前ってこう。そうです、そうです。ゆっくり回します。巻き取っていきます。OK は自分で出してもらいます。溶けたガラスはまるで生き物のよう。非常に繊細な作業に2人とも大苦戦。思ってたのと違う。すごい騒ぎになってるよ、ゆうちゃん。慣れが必要だね。いや、そうだね。でも面白い。意外と簡単にいかないね、とかなんとか言っていましたが、出来上がりはこちら。可愛くできたんじゃないですか？よかったね。ね、すっごい可愛くできたね。上手に作れたね。いいじゃん。途中はどうなっちゃうかと思ったけどね。本当、私も焦った。いや、なんかコーヒーも美味しくてさ、こういうカフェでガラス玉の可愛い体験もできて、なんか優雅な時間でしたね。幸せです、素敵なお土産もできました。癒されときめくいい時間。この番組はもっと安全にもっとスムーズにネクスコ中日本の提供でお送りしました。運転中のスマートフォンや携帯電話の使用は禁止されています。休憩中も交通ルールとマナーを守ってご利用ください。次回は絶景と船の旅、浜名湖サービスエリア。